はい、ね、置き去りにした悲しみはという吉田拓郎のね曲があるんですけども、これも古いですね、50年前の曲ですよね、でこの吉田拓郎の曲って割とこのイントロがね印象的なのが多くて、この曲も、これまあ今ねカポ2にしてるんですけど、原曲キーが多分 F なんでね、カポ5にして C で弾くとこれでまあ F になるんだけども、まあこのキーですね。生きてゆくのは愛ともないさ、これぐらいのキーですね、まあとりあえずこの2ぐらいで弾いていきますね。で、イントロがね、まあこう C から Am で Em で Am で C で G、C で弾いていくとこれぐらいの高さになるね。G、C、これ F ね。ここの開放を使わなかったので。この指の腹でここを押さえる。で G、C で、ここ A マイナー、これ E マイナー、E マイナーなんでね、もう何も押さえなくてここだけ。A マイナーはここの3つを。下から3つを、同時に押さえる。で F で G、 このままこうずらして、こんだけの、歌なんですけども、でまあこれ4番か5番ぐらいまであるのかな、長さ的な、ね、だからこのワンコーラスの長さはそんなに、長くないし、この音域自体もね、こっからここが多分一番低いね、で一番高いところでここね、まあ、音域もそんなに広くないんでね、まあ C で弾いていくとこうなるんですよね。でまあこう僕が弾くならこれやっぱり G でね弾いていった方がやりやすい。で G で弾いていくとどうなるかというと、こうね、でここは B マイナー、Bマイナー、ここからで7つ目を制覇して、で Eマイナーなんで、ね、で Eマイナーで手離して、で歌
歌い出しがさっき1弦からだったのが2弦の解放からで、ここ B マイナーね、でここ D ね、 D ね、ここの解放を使うとこの音が出せないんでね、メロディーの音がここにあって D のこの4弦の開放弦を D ベースにしようと思うとここの出せないんで、こっち側をこの代わりにこっち側をで、ちょっとなんか音が細いんでここの6弦もこの隣の6弦もこう押さえるで C で次また D なんだけど、ここはもう4弦開放でメロディーがねこっち側にあるんで、押さえなくても、もうここだけでもね、こういう風に押さえても、この上からこの4つまでしか 1,2,3,4 弦までしか使ってないんで、で E マイナーで D、 ここ C で Dで G で E マイナーで B マイナー、まあ、B マイナーのこうセブンスにしてるけど、さっき C で弾いてたやつよりも、こうイントロ部分は、こっち側にね下げて、イントロ部分は、こっち側に上げて弾いてるねって弾いてたのを、ね、こう高く弾いてるんで、で歌の部分は、でこの一弦の開放から始めてたのをこっち側に、上に一個ずれて、まあこれだからどっちでも C でも G でもまあ弾ける
よね。でもこれまあまあこれどっちがいいかってもう好みの問題になるけどね。C で弾くとここのこの辺がちょっと 高いけどね、こうやりにくいし ね、こう小指こう伸ばしてこう、で、これを G にすると、一番高いところがここになるんでね。はい、まあどっちでもね、いいなと思う方で弾けばいいと思いますね。僕は G で弾く方がやりやすいかな。これだから原曲キーにしようと思うとどうしてもね、これ F だと弾きにくいんでね、こう音がこう高くなるからね。これが原曲のキーの高さです。まあギター1本だけで、別に歌をもう歌わず弾くんだったら、どんなキーで弾いててもね、そんなに違和感はないと思うんですよ、普通の人はね。まあパッと分かんないですからね、普通の人ってね。これ普通のキーより1音半低いなとかね、なんかそんなって普通の人は気づかないんでね、まあそんな感じですね。やりやすいとこで弾けばいいと思います。吉田拓郎の置き去りにした悲しみはという曲をちょっとやってみました。